割りにそう。じゃあ駆使して。あ、なんかそれもらったね。店長おすすめの一品一皿と。駆使して駆使して。わかんない。上出来。来年の今日にまた出会えることを記念いたしまして乾杯したいと思います。はい、じゃあ乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。熱い。ありがとうございます。ありがとうございます。乗せられるものって多分サザエ。これ飛ぶんだよ確かな。うん、気をつけて向ける。飛んだね。なんか飛んだね。そうだね。去年確かに。じゃあこう網から逃げたのいたよね。これ。あ、かわいい。かわいい。かわいい。パコッ。玉焼きをもたれだって。はい、ありがとうございます。これならもうないです。あ、今回しました。こいつまだ元気だ。お、ニムリンから来てる。ニムリンは正気なんだ。あいつ強いんだ。モアラボで来てる。モアラボで、小田さんと、それこそ侵略がなきゃな。失礼します。ありがとうございます。あ、それはやばい。ありがとうございます。あ、ダメじゃない。肺に焼けは良くない。で、結婚しちゃってさ。通年読まなくてもらって。年上げたぐらいから、そろそろチェックしてもらうと。おかしいね。そうね。年上げぐらい。よし。これ。熱いだろうね。これ、さっき置いてたんですよ。いただきます。これ、当たらないのは死んでるって。バカが言ってる。開いて、これがパカーって開いてる。だから、あの、防御機能が強いんだよ。これもタレ入れました？美味しい。ほろ苦。しょうゆさんの底なしだよ。え？たしなむ程度しか。大体たしなむ程度しか。たしなむっていう人はね、大体底なしなんですよ。おかしいな。あったかい。昔は、おいしいです。猫もたじ。猫もたじ食べる。うまね、だから。ホタテよりアイビっぽいかも。そうですね。猫も、そう、猫がまたいで通るっていう。ああ、なるほど。猫もたじ。クーポンでもらったカツオのたたき。飲み物は。おいしそうだよ。飲み物大丈夫。先生食べていいよ。いいよ。これはぶっちゃんが行かないと。ぶっちゃん行っちゃいます。ぶっちゃん行かないと。ぶっちゃん行きます。リアクションしてよ。リアクションしてよ。リアクションしてよ。お味は、うん、バッてグーうん、でももうちょっと締まっててもいいかな。なるほど。ちょっと水分多いかも。なるほど。じゃあ行きます。炙りたりあぶっちゃん焼いちゃえばそうだね、うん、美味しいは美味しいよ、うんうん、タコ焼きまーす。じゃあタコ焼きになっちゃう焼きタコ、焼きタコ、そうそう、焼きタコ、ね、焼きタコじゃない、タコ焼きじゃない、焼きタコ。いいね、いいね、でかいね熱いよ喋ったタコ足喋った、やると思った。いいね、つけ目。こうやったら吸盤が吸盤じゃないかっていう。こうやれば両方吸盤。坂井さん吸盤だけでいいじゃないですか。コリコリしてねじゃあ僕吸盤全部そぎ落として多分先の方は刺さってないと思うから。いやでも違うホテル行っちゃうみたいなそれがね、天然のすごいところなんですよ。横断歩道ありますか。な、当たるわ。ちょっと信号ない。終了って書いてあったんですよ。もう車は売り切りました。富山行ったら、うん、始めましたって言われた。豆の都合であるんですよ。そうそう、地元のやつなかったあれ200年以上なかなかの歯ごたえ。いや、あれは喫茶店潰すよ。あ、まあ、喫茶店は、これは脅威ですよ。これ、大きいお魚なんだろうね。クエ確定はしないですよ。伊勢海老もいるよ。いやー、よかったな、食べられんで。
くらはぎが美味しい。あくよ。一万二千歩よ、歩いどれぐらいあるかな。ファミマどこ？ファミマどこ？あの、隣。ちょっと行くよ。はい。僕はじゃあ、はいはい、お名前を、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。